そうですね、まだ落ち着きはないですね。アメリカ行ったり、日本のトーナメントも出させてもらったりとかで、ドタバタしてるんですけどもね、全米プロシニアに勝ったということ自体はもう気分的には落ち着いてるんですけどもね、ただその次の目標をね、いろんな意味でどう立てるかっていうのを今いろいろこう考えてね、やってるところですね。はい、本当にね、普段のね、コース、普段の時とは違うんでね、やっぱりラフ伸ばしてるし、だいぶティーグランドも後ろ下げたりとかして、雰囲気は変わってますけども、懐かしいコースですよね。はい、本当にね、ここのゴルフ場がなかったら僕、今の僕がないので、そういう意味でね、本当にこの大会に出させてもらって、ここのコースにもね、恩返しのつもりで、一ホール一ホールね、実感を込めながら回りたいですね。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。